どうした？じゃあ普段は伸びてる。普段伸びてんじゃない？伸びてないですよ。1週間に1回のペースで切っていて、あ、そんなに？で、女性用の靴下履いて穴開いちゃうから最近メンズ用を買ったんですよ。うん、ちょっと開きづらくなった？開きました。すごい、何がついてるの？針がついてるんじゃない？いや、だからなんで開くのか分かんないんですけど、ちょっと女の子としてはやっぱ恥ずかしいですね。お友達とかとやっぱご飯行くときに、うん、その座敷とかだと今その話しただろ。今そのぐらいやっただろ。そう、何自分のものとして話をしてたよ。俺今それ言ったじゃん。俺言いました。あ、カニの爪か。あー、なるほど。こうね、チョキチョキ、ね、チョキチョキで、チョキチョキしちゃうんだ。つうか、でもさ、爪、あ、ちなみにネイルとかは、私してないの？全くやってない。はい、ねえ、やる派。手はやるのに、手をやる、足やらない。足塗ってたんですけど、今日取ってきました。あ、切ったから。切ったから。あ、でもこれはジェル、ジェルネイルです。可愛らしい。ずいぶん伸びてるけどね。根元はね、ちょっと、うん、もう3週間くらい経つだよね。もう行きますよ、もう行きますから、安心してください。これ攻めてないけど、でも確かにやった方がいいなと思って。僕もでも男ですけど、夏場だけは足必ずやりますよ。黒ですか？いや、黒だ、黒じゃないですよ。え、黒、お、お、お、穴開いてないですね。開いてねえ。そんなちょいちょい開かねえよ。ほら、あ、かわいい、はい、すごい、すごい、足、こう、ちょっとわかる？わかんないか、はい、え、お店に行ってやるんですか？きれい、きれい、お店にあります、はい、知り合いの人にやってもらうんですけど。へー、すごい、女子力高いですね。いや、違う、サンダル履くじゃん。はいはいはい。あ、夏場、サンダル、はい、時にさ、なんかさ、俺なんかこう爪とかって、足の指って特にだけど、やっぱこう、まあライブとかやっぱりね、やっぱやってるとどうしても爪ってなんかこう変な形になったりとかしない？なんつうかな、動いてるから、なんかちょっとこうガクってこう、なんか多分どっかで怪我したあの時にやったやつかな、ああいうのなってたりするのがすごい嫌で。あ、やってるね、ちゃんとね。今日塗ってもらいました。あ、塗ってもらったんだ。はい。お前も何も。あ、そうなんだ。へえ、そうなんだ。まあまあでもいいよ、まあ、そうなんです、わかりました。はい、わかりました。はい、なるほど。はい、そして続いての質問がこちらです。うん、はい、ペット自慢を教えてください。お、ペット自慢、はい、ペット飼ってる？私も飼ってます。あ、私も飼ってます。飼ってます、飼ってます。もう何があったのかわからない。お二人とも、はい、飼ってるんだ。ワンコを飼ってます。あ、そうなんだ。私もワンちゃん。何犬、トイプードルです。お、トイプードル。私もトイプードルと一緒ですね。うちも、うちも、うちも。本当ですか？今日写真持ってきたんですよ。あら、どれ？あ、こちらです。かわいい。じゃらーん。あら、かわいい。おー、ルートって言います。ルート、ルート、はい。へー、ね、いくつ、いくつ、何歳だっけ？いや、もっと年老いてる。4歳とかですよ、多分。もっと年老いてる、4歳バカなんじゃない？ほんと4歳の男の子で、うん、あ、男の子なんだ。名前はルートって言います。うん、さっき聞いた。書いてあるしね。さっき聞いた、うん、さっきはっきり書いてあるしね。はい、うん、あとまだあります、こちらも。かわいい、これ。あー、そういうスリッパ履いてるんですよ、うちのルート。かわいい。ちなみに、あの、体重どれぐらい？ 4.5 です。それ、あの、やっぱトイプードルか。そうですね、トイプードルだと重い。トイプードルの割にはちょっと重いですね。いや、トイはそれぐらい。だからここからタイニーとかもっとこう、もっと小さくなってくると、うちも 2.5 キロぐらいだから。あ、これ半分ぐらいか。へぇ、筋肉マンなんですよ。は？なんで今ちょっと怒ったんですか？わかんないもん。ちょっと筋肉質、筋肉質で、うん、犬が。へぇ、そうなんですよ。日本語喋れるんですよ。本当に私と夜日本語講座やってるんですよ、なんか一緒に。こないだ喋ったんですよ。なんでだよ。ほんとちょっと聞いてました。リキオさん、リキオさん聞きました。おい、ここでリキオって呼ぶな。じゃあなんで、じゃあ喋るの？喋るんですよ、本当に。どういうこと喋るの？この間お母さんとお出かけしようとしたら、うん、あのルートがいきなりまあまあって。怖いちょっと。本当に言ったんですよ。本当に言うんですよ。怖いよ、もう怖いよ。この顔して、まあもう。やだ、やだ。言うんですよ、本当に。やだ、そんな子やだ、言ってない。いや、もう、何それ。まあもう、なんかあれですよ、CD とかにたまに入ってる、聞こえちゃいけないあれみたいな。あれでしょ、レベッカのやつ。そうそうそう。あ
姉みたいな感じ。うん、お兄ちゃんみたいなやつね。あれでしょ、あれのパターンのやつでしょ。え、で、あれは私も、はい、今日矢島さん、あ、なんと、はい、今日はなんと愛犬を連れてきていただいています。 あ、来た、どっち？メガネの方？メガネじゃない方？あ、あれじゃないのね。はい、来た。の方を退散しますか？もうじゃあ、もうじゃあ、まあね、仕方ない。は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 い、ね、コロンはでも、ルートのお母さんなんですよ。そうなんですよ。え？ルートのお母さんなんですよ。あ、そういうこと？え、こっからここに来たんだ。そうですよ。ここに来たんです。すごい。今言っただろ、俺が。かわいい。かわいいじゃん。かわいいんですよ。この子は何てお名前ですか？コロンって言います。コロンちゃん。コロンちゃん。コロンちゃんはいくつですか？コロンはもう5歳ですね。ああ、うちの子と一緒だ。あ、今月もうすぐ誕生日。ハッピーバースデー。私誕生日一緒なんですよ、コロンと。え、お前も。違いますよ。違うだろ。いきょうさん。なんですか。じゃあだから、え、この子は、え、ちなみに何月、何月何日生まれ？2月7日生まれで。で、同じ誕生日。あ、ね、すごい。なんか運命感じちゃうね、それは。そういうのはありますね。コロンちゃん。コロン。コロンちゃん。コロン。ね。コロンは女の子。すげー乳首長い。それはちょっと思ったんですよ。ちょっとな、ちょっと蛇口みたいになってんの。あったわ。こうなんかね。コロンちゃん、だからでもそうだよね、赤ちゃん育てたもんね。そうですね、お母さんなんで。そうかそうか、乳首長い。まあまあ育児してますからね。そうだよね、すごいすごい。え、ちなみに、じゃあ自慢、コロンちゃんの自慢は何になるんですか？コロンはたまに立って歩きます。お、立つかな。いけ、コタ、あいけ、はいだ、コロン、コロン、コロタン、コロン、あら、あら、帰っちゃった、帰っちゃったわ、完全に、あららこっち、あれですね、やっぱもう、ね、もう、わん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 、コロタン、おお、コロン、自由にね、コロン、コロンおいでよ、コロン、コロンおいでよ、尻尾が丸い、コロン、おいで、おいで、おいでおいで、おいで、あ、コロン、あ、コロン、来た、来た。くん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 してますよ。おいなんだよ。ちょっとダメだったみたいなね。匂いの方が。多分あれかな、犬いるからかな、うちも。あ、でもわかんない。ちょっとずつ慣れてきたね。あ、すごい。うん。これで、でも、え、大きさ的には、まあ同じ4キロぐらいかな。もうちょっとちっちゃいか。体重いくつだろう、わかんないです。どれ貸して。わかる？2です。2キロ。え、嘘だよ。もっとある。2キロでしょ、きっと。わけねえじゃん。いや、ほんとにわけねえじゃん。子供の方が大きくなっちゃったんだよ。そう、わけねえじゃん、なんだあいつ。なんですかね、なんなんだこいつ。まあいいさ、え、うん、じゃあちなみに、でもおとなしいね。おとなしい、すごい可愛いんですよ、もう、ね、おもちゃとかあるとポンって投げると持ってきて、うん、手のとこで離すんですよ、うん、投げてみて。まあ、じゃあ結構、じゃあそういう風な意味では、うん、なんか、自慢っていう感じじゃないけども癒されて。でもこれが、この子が産んだ子がこっちに行ってる。しかも4匹も産んだんですよ、この体で。すごい。え、他の子はやっぱメンバーのところに行ったりとか、ハロプロメンバーのところに行ったりとか。ブリーズ工房のキャプテン清水咲希、はい、もうこの子の子から出てきました。なんか言い方が。この子から生まれました。はい、うん、で、まあ、まあ、もらったんだね。はい。で、他あと2匹は、あと1匹はうちで。あ、もう、じゃあ2匹になってる。3匹いるんですよ、うちワンちゃんが。で、もう1匹はジャック・ラッセル・テリアっていう犬種なんですけど、うんうん、で、このプードルのもう1匹は、うん、ハロープロジェクトにいるスマイレージっていうグループの、はい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 、竹内あかりちゃんって。あ、じゃあメンバーでそうやってこう、みんなどんどんこうやって。はい、そうです。あ、いいね。いいですね、みんなじゃあ兄弟を食べることですね。はい、そうなんですよ。そうなんだ。はい、まあでもね、そういう意味ではなんか、みんなでじゃあ同じ犬種だし、はい、ね、なんか遊びに行ったりもできるし、あら、いいな。どうなん、ペットとか。ペット、うちチワワ飼ってるんですけど。あ、チワワいいのか。 あとメンバー、元メンバーが拾ってきた猫をうちで引き取って今飼ってる。その子の家にはもう犬と猫がいたんで、いるから、うん、もう無理だってことでうちが引き取ったんですけど。まあまあね、もういいよね、うん、なんか、まあまあでもね、なんか
一緒にまあねこうやってメンバーの中でどんどん、ね、これまた、はい、これ今後そういうことでまた増やしてったりとかしようとか。いやもう多分産まないですね。まあ本当、はい、まあでもねしんどいっていうかね、はい、やっぱこういうこれぐらいの大きさの犬ってやっぱね出産も負担にもなるしね、はい、そうですね、本当おとなしいですね。おとなしい。じゃあここからはコロンちゃんも一緒に。ああ分かりました、はい、見ていきましょうかね、はい、うん、はい、それで